今大人気でどんどんお金が集まっているような。おしゃれやな。そう、おしゃれだよね。発売前のポータブルバッテリー、日産リーフと同系統の電池。日産リーフは未だかつて一件も防火安全協会から推奨されている商品。人工呼吸器の非常用電源として実際に病院で使えちゃってるやん。こんな初めてなんだけど。止まっちゃうんだよね普通。余裕やん。余裕やん。わさびでございます。狭い家。わさびでございます。ルンルンお願いします。お願いします。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりの案件です。まだなんと発売前のポータブルバッテリー、ここだけで紹介したいと思います。来ました。来ました。いきなり見せましょうか。なんかかっこいいんでしょ。来ますね、ててお、こちらがヒューマンというポータブルバッテリーです。Yeah. おしゃれやな。そう、おしゃれだよね。マットブラックっていう感じで、結構あのポータブルバッテリーってガチャガチャした色味を使ってることが多いんだけど、すごいおしゃれにスタイリッシュに決めてますっていうのが制作者の人的には推しポイントらしいです、はい、で、おしゃれなだけじゃなくてすごい機能性豊か。特にすげーってうちらが感動してるのが、あの安全性がなんかものすごいらしいんですね。で、今日はね、そこをねちょっとご紹介していきたらいいなと思ってます、はい、で、最初に発売前って言ったんですけど、今ちょうど発売前でクラウドファンディングでですね、今大人気でどんどんお金が集まっているような状態でございます。お金、支援が集まっているような状態、うんうん、ちょっと生々しい言い方をしちゃったんだけど、まあそういうもんやからね、はい、なんで大人気なのか、発売前なのにということなんですが、うん、このタイプの前の方が賞を取ったということなんですね。そうですね、安全性の面で、うん、それのバージョンアップバージョンということで、クラファンでものすごい人が支援をしてくれてるということなんです。バージョンバージョンですね、はい、バージョンバージョンです。この商品どんなところがすごいのかと言いますと、前回の素晴らしい賞を取ったものに比べて容量がアップしていまして、2000ワットまでいけると。2000ワットってやばない？ほぼほぼよね。そう、多分電子レンジとかも普通に使えるような感じなんじゃないかと思うので、後で試してみたいと思います。なのに重さが17キロ。軽い。軽いですね。頑張れば私でも持てる、うん、いつも車中泊とかするとやっぱり持ち運びがめちゃくちゃしんどくて、腰が痛かったりとかすると20キロを超えてくると本当にしんどいんで、容量がでかいのに軽いっていうのめっちゃいいと思います。一番の売りいきましょうか。一番の売りはこの中に内蔵されている本当に核となるバッテリーの部分が、日産リーフと同系統の電池を使ってるということで、これが何がすごいかっていうとですね、ほとんどのポータブルバッテリーはリチウムイオン電池っていうのを使ってるらしいんですね。まあいろんな種類があるらしいんだけど、リチウムイオン電池にも。ただこの普通のリチウムイオン電池っていうのが性が結構高いらしくって、ポータブルバッテリーを家で寝たまま充電してましたよっていう時に、こいつが発火してしまって火事になっちゃったよとか、ボヤ騒ぎになっちゃったよみたいなのが1年間でだいたい200件以上報告されてるらしいんです。昨今ね、ポータブルバッテリー流行ったけども、そう、事故が増えたと、そういう裏側もあるよみたいな、はい、だから買うの怖いなと思ってたんですけども、そう、私も結構それ心配だったんですけど、うちなんかあの一瞬で燃えるからね、この木造そうですね、はい、なんで心配だったんですけど、はい、これが三元系正極材料のリチウム電池 NMC 構造っていうのを採用していて、その NMC 構造と三元系正極材料のリチウム電池っていうのが日産リーフに積まれてるバッテリーと同じだと。そうですね、はい、で日産リーフって日本でも人気だし、海外でもいっぱい走ってるような車だと思うんだけど、海外の車は割とその発火しやすいらしいんですね。まあ事故が報告されてますけど、はい、しやすいってことはないのか、うん、なんですけど、うん、日産リーフは未だかつて一件も発火っていうのが報告されてないということで、安心なんじゃないかと、なんじゃないかっていうか、そこにこだわって作ってる、そこが多分他のバッテリーと一番違うところ。そうですね、はい、安心、安心ですよね。だから安全性に特化してますよっていうのが、このバッテリーちゃんのヒューマンの一番の売りでございます。はい、はい、そして安全基準もクリアしてるんですよね。そう、前のタイプが防火製品と推奨品っていうことで、防火安全協会から推奨されている商品っていうことで選ばれてるんです。なんで、はい、まあ、こちらももちろん申請して、まあ、通るんじゃないかということですよね。はい、まだ発売前なので、うん、通ってないわけですけども、母体となってるのが推奨品になっています。
ますので、安全性という面では本当に私たちからもぜひぜひっていう感じでおすすめできる商品だなと思ってます。まあ、この動画出る頃にはもう認可されてる可能性があります。そうかもそうかも、うん、ですです。そしてやっぱそういうことがあるんで、はい、病院とかでも使われてるんですよね。そうなんですって、はい、病院の人工呼吸器の非常用電源として使うことを考えて作られたということで、実際に病院で使われてるということです。採用されてる、はい、まあ、それぐらいの安心感、はいはい、で人工呼吸器とか透析器とか、うん、停電になっちゃいましたよっていう時に、うん、止まったら困る医療機器ってあるじゃないですか、はいはい、本当に命にすぐ関わるよみたいな、うん、そういうののサポートとして使われてるっていうことなんですね。なんでこれ欲しくなっちゃうよね。そうで、こちら販売されてるのが日本の企業で、だから安心感もあるし、はい、で工場は中国なんですけども、はい、中国の工場もいろいろ監査が入ったり。そうなんですよ、はい、監査機関が入るっていうのは必ずあることじゃないらしいんで、うん、それぐらい安全だよと。しっかりした中国の工場で日本の企業が作ってると、はい、いうことです、はい、しかもあのメンテナンスとサポートがすごい強いということで、トラブルほとんどないんですけど、もし何かトラブルがあったよっていう時は送ってもらえれば完全修理して直してお客さんに返すっていうのを必ずやってますって。もう売りっぱなしじゃないですっていうところが、作った方はすごくこだわってやっているそうです。ちょっといろんな安心材料が揃ったところで、はい、早速ちょっといろいろ見ていきましょう。そうですね、はい、電源を作って、電源どれだ、左上、あ、もうおしゃれすぎてわからないよねこれですね、うん、おお見やすい、見やすいね、ほんと。他のバッテリー使ったことある人わかるかな、この液晶の見やすさ、ね、もうちょっと奥にあったりしますよね、この、うん、すごく手前ではっきり色がコントラストがあります。で黒バッグで使い始めたらね、この数字が動くんでしょうね、うん、それ以外の部分見ていきましょう。 AC が4つ、 Type C の 100W、 USB 急速が2つ、通常が2つ。こっち、お、これなんだ、インプットやから、え、2つ穴があるってことは2個から給電できるってことか。2個からやったらすごい早くバッテリー満、はいはい、ね、なるほど、うん、でこれが車、シガーの穴、シンプルね、本当に。前のタイプで70台ぐらい同時スマホを充電したんやったっけ。そうなんです、前のタイプでは1台で同時にスマホを70台いけたので、それが 1000W だったんですって、はいはい、なんで今回はその倍の148台同時にいける計算ですと。扇風機はね20台いけるらしい。扇風機20台はやばいわ。避難所とかやっぱこう企業さん、はい、一企業1台は企業さんが買って置いとくっていうのもありなんじゃないかな。そうだよね、社員さんたちのね、いろんなものを賄えますよね。こんなに小さいのにすごい頼りになる、うん、だからそういう意味で付属品見ていきましょうか、はい、おお、あ、なんか言ってたな、なんか言ってたぞ田舎のおばはんやん田舎のおばはんやねん分かった。あのね、なんでびっくりしてるかっていうと、多分充電する用のコンセントが同じものが2本入ってるんですよ。2本で充電するってこと。 AC アダプターを今探してるんですけど、ありました、2個で給電。そう言ってたよね、そういえば。ほら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 、だから早いんや。これ満充電どれぐらいやったっけ。制作者の方がすごくここはって押してたのは、うん、80%、うん、まあ結構使えますよっていうところに行くまでに、うん、で、あとね、ここの横にライトがついてます。え、ライトも。そう、ライトついてんのめっちゃ便利だよね。便利便利。いくよ、うん、ここね、うん、あれ、こんな感じになります、明るいよね、うんうん、でこれも充電で使えますということです。ライトの光り方は、弱中強。じゃあね、このいい照明、ライトありがとうございますこのままいくんですけど、この 2000W の容量のものがどんだけ使えるのかっていうのを試してみたいと思います、はい、旅バナナ。はい、じゃあケトル持ってきました。ケトルってさ、結構使うよね。使うよね、いきなりブレーカー落ちたりするもんね。使った瞬間にこいつがどんな感じなのか、あ、で何ワットかとか見た方がいいのか。水ちょっとしか入れてないから大丈夫やで。1150W、 え、いきなりこんないって平気。そうやな、まあだって使うもんね、車中泊とかでさ。結局こいつが一番楽だよね、うん、いくよ。結構使えへんねんな、ケトル。そうなんだよね。ここにほら見て、 AC 使ってる時は AC のマークが出るっぽいですね。わかりやすいねわかりやすい。いきまーす。手で持って大丈夫。お、1200。お、そう、すごい。1200、頑張れ。これはすごいぞ。待って、2時間で終わるって。いやいや、2時間お湯沸かせるってすごいよ
チーって言ってきた。すげえすげえすげえ、俺初めてポータブルバッテリーでケトル沸かしてる。確かにいけなかったよね今までのやつ。全然だから火使っとったやん、お湯沸かす、うん、まあ火使うのもオツでいいんだけどねずっと見てなきゃいけないしね、火使う時、すごいやん。いやこれでカップラーメンいけますよ。で今ちなみにシェラカップでコーヒーいっぱい飲めるぐらいかな入れてます、うん、これポータブルバッテリー持ってる人やったら分かるやろな、ケトル無理やねんって、うんうん、すげえ感動、言うてる間にですよ、余裕やな、安定してんもん。あすげえ、わー来ました、カチって言いました。うわ見て、あすごい、ほらお使い終わったら99分、わかりやすいいね、ディスプレイありがとう。じゃあこれで後でコーヒー飲むとして、あ、いきなり私抜いちゃった、よくないね、熱っ熱っ、側面を触りました。じゃあ続いて、いやこれは無理やろ、これです、ダイソンドライヤー、ダイソンドライヤー、これできたら車中泊無敵よ、無敵だね。いやでもこれは無理やと思う、さすがに何ワット、ね、うん、1200ワット、ああケトルぐらいなんや、ケトルぐらいやけど、うん、ケトルはじわーっていってすぐ終わるじゃん、これずっとじゃん、ずっと鬼の電量使ってくるじゃん、はいはい、でも私こいつじゃないとやっぱ髪乾かないですよね、小さい旅用のやつだとさ。じゃあいくで、はい、3、2、1、ゴー。一番強です。え、一番強？うん。マジ？一番オンの一番強だから一番電気使ってるやつ。あ、一番暖かくて。そうそう。うわ、使えちゃってるやん。こんなん初めてなんだけど。すげえ。使えたことないよね。あ、2時間乾かせるやん。やばー、乾く乾く、カラッカラ。ええー、もんやでこれ。いやこれ強いんよ。これすぐ乾くよね。うん。すごい。めっちゃ安定してるし、ね、冷風少な、冷風全然使わんねん15時間冷たい風でいける、うん、これ電気つけながらとかもいけるってことやんな、電気つけながらマックス電気使いながら、電気使いながらもいける、さらに何やろうとしてんの、なんか充電しながらとかもできるってことやな、できますよ、うん、すごい、これはすごい、でまだ 94% だから、やばすごいね、でピーってなってくるんだね全部、わかりやすいね、うん、いいね、これはすごいぞ、嬉しいな。最後です、電子レンジの一番強いのいきたいと思います、うん、1000ワットだからコンビニとかスーパーの袋を詰めるとこにあるぐらいの強さ、うん、いきたいと思います、はい、これがうちのでかい電子レンジ、はい、一番パワーマックスでレンジレンジレンジ1000ワット、やっぱり1000ワットね、これ1000ワットって書いてあったら1000ワットにしかいかないってみんな思いがちなんだけど、これいつも私言ってるんだけど、うん、1000ワットっていうのは目安なんで、実際使ったら1000以上いくんですよ、はい、なんでもしかしたらダメかもしれない、はい、やってみたいと思います。どうだ、怖い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 、あ止まっちゃうんだよね普通、うん、余裕やん、余裕やんあ、ほら1200もこうやって、ほら1300、1400、うわー、いや初めて、え止まんないじゃん、すごい1000ワットの電子レンジ使えたの初めてだね、うん、だから1400いくんや、バーンって、これはすごいぞ、1時間温めれる、これはいいね、まあ、こんなでかい電子レンジ外で使うのもあんまないやろ、いやでもでもでも家庭用にあるのは結構こういうの多いじゃんか、うん、車中泊でこれを積んでる人はいないと思うけど、家で本当に電気が何も使えなくなって、うん、こいつしか頼りがないです、うん、そうやな、でだけどレンチンご飯が食べたいですってなった時はこれ使えるってことですよね、しのげるんですよ、庶民家でドライヤーとこの電子レンジ1000ワットいけたらほとんど何でもいけるよな、多分経験上のやつやんね、はい、だってパソコンとか携帯なんて本当にビビたるもんですもんね、炊飯器とかトースターも一緒やろうし、うんうん、いやすごい、すごい、 すごいユーマン優秀、やばい気に入った、いいね、かっこいいしな、ね、これはおすすめです、しかも安全なの、はい、そうそうですよ、うわ、はい、これはいい、あ、はい、早くしろってせかされてます。しっかりお湯が出来上がってますね、はい、後でちゃんと飲みたいと思います。いやめちゃくちゃいいね、無敵無敵だね本当に、ポータブルバッテリーをよく使うよっていう人は凄さをお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですけど、全然使わないよとか検討してるよ買うのをみたいな方はね、うん、ぜひポータブルバッテリー1台あったらめっちゃいいと思うんで、災害の備えとかももちろんですけど、アウトドアそんなにしないよっていう人でも、例えばお花見でね電源のないところに行くんだけどこたつをやりたいとか、ホットカフェ
レットやりたいとかヒーターやりたいとかっていう人も結構いると思うし、子供たちとか彼女さんを連れてね、ちょっとこう森の素敵なところで映画を見たりとかっていうのもこれがあればめちゃくちゃ楽しめると思うんで。そして日産リーフ、車に使われてる同等のバッテリーということで、はい、外とか環境にも対応できてるんですよね。そうだよね、うん、暑さ寒さとかもそうそう、強いっていうことなんで、うん、超おすすめでございます。安心です、はいはい、こちらの購入方法などはこの動画の概要欄をご覧いただければと思いますんで、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと感動してます僕ね、本当2000ワット、まあ初めての2000ワットっていうのもあんねんけど、はい、安全面とかデザインとか、はい、結構バランスいいんじゃないですかね。そうですね、はい、早く車に積みたいですね。はい、はい、じゃあこれをガシガシ私たちも使っていきたいと思います、はい、ということでですね、この動画がちょっとでもいいな、面白いなと思っていただいた方はぜひいいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大体大募集しておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、以上です。